はい、お疲れ様です。やっぱ本格的にちょっと余裕がないっぽいですね。刻一刻と連載漫画の締め切りが迫るアトリエ。期限は午前0時。そんな部屋の片隅で一人目を冷やす男がいた。この男、漫画界の生きる伝説。発行部数1億4千万。青春漫画の金字塔、スラムダンク。連載11年、宮本武蔵を現代に蘇らせたバガボンド。おはようございます、関山さん。大変だと思う。この日、取材はハプニングから始まった。井上が長期密着取材を受け入れるのは、これが初めて。ディレクターが一人で小型カメラを回すことを条件に許された。今日も朝方までやられたんですか、ね、ええ、まだ繋がってますねちょっと小1時間ほど寝ます。あ、今から、はいはい、現在漫画週刊誌にバガボンドの連載を続ける井上。毎週締め切りと追いかけっこの生活だ。部屋の隅では徹夜明けのアシスタントが仮眠を取っていた。1時間はいと思います、はい、この壮絶な日々の中で井上は漫画の常識を覆すような作品を世に送り出してきた。漫画史に燦然と輝く金字塔、スラムダンク。圧巻はセリフや擬音をなくして絵だけで40ページを書き切ったクライマックス。
類いまれなる描写力で高校生のピュアな情熱を描き、国民的な人気を博した。続くバガボンドでは一転、吉川英治の宮本武蔵を原作に人間の暗部を掘り下げる。井上が描くのは迷いもがきながら成長していく武蔵。どう生きるかという根源的なテーマに挑みながら、6000万部に迫るメガヒットを続けている。一つ大切にする流儀がある。自分がコントロールしてどうこうっていうふうに書いた途端にこう、もう小賢しいものになるのは目に見えてるじゃないですか。なんかその漫画家であり続けるために漫画を描くみたいなことって全くやる気はないんで。手に負えないことをやる。例えば7年前から使い始めた筆。毛先の柔らかい筆はペンと違い、予期せぬ動きをする。扱いが格段に難しい。筆に任すっていうか、なんか筆のやりたいようにいくっていう感覚が強い。まさに生というか、今撮ってきましたみたいな生のものにしたいのかな。井上の1週間は3つの作業の繰り返しだ。まずはネーム作りと呼ばれる作業。展開を考えてコマを割り、絵のアングルやキャラクターの動き、セリフなどを決めていく。続いて鉛筆での下書き。そしてキャラクターの筆入れ。背景は分担してアシスタントが描く。井上が最も悩み苦しむのが最初のネーム。通常週末に始まる。ネームに行くっていうのは気分としてどういう感じなんですか？そうですね、やっぱり山登るみたいな感じですよね。これから一つの山を登るみたいな。一回入んないといけないんで、この日常から切り替えて、そういう物語の世界にっていう、そうですね、あの人たちの世界に。ですよね、涼しくて。なんでこんなことっていうことを思ったりします。土日にネームになることが多いんで思いますよ。そうですよね。あのカフェに入ってやる。そうなんですか。ネーム作りは孤独な作業だ。登場人物が何を考え、どんな行動をし、どんな言葉を口にするのか。井上は一人、キャラクターと向き合う。常に彼らが僕の中に生きてるってわけじゃないと思うんですけど、それをじゃあ、話作ろうってした時に、そこに僕が迎えに行ってどうですかって聞いたら、そうだっていうことですよね。それによってストーリーが決まるっていうか。
納得のいくネームを作り上げるのは容易なことではない。時には週の半分以上喫茶店を延々はしごしながら孤独な自問自答を続ける。結局自分のことを、まあ、書くことになるじゃないですか。その自分が思ってもいないようなことを正しいかのようには言えないじゃないですか。なんかそうすると、まあ、結果的には自分の一番奥にあるようなことを引っ張り出してくるしかないんで、なんか一人の時しか本当のとこは作れないなっていう気がしてるんですよね。ダメそうなんですね。今日ダメそうなんです。そうですか。全然うまくいかない。ネーム作りに七転八倒し追い込まれるのが井上の常だ。この週は締め切り前日の水曜になってようやく下書きに取り掛かった。しかし一向に手が進まない。井上は下書きを数枚残してアトリエから消えた。井上を逡巡させていたもの、それは武蔵が祈りたくなるとつぶやく場面をめぐる迷いだった。これまで強い相手と戦い倒すことによって己の存在意義を見出してきた武蔵。しかし、そうたくあんと語り合ううちに天の存在に気づくという重要なシーン。井上は武蔵に向かう気持ちを研ぎ澄ませることができず苦しんでいた。この日はアトリエを出たきり戻ってこなかった。翌日、締め切りの木曜日、井上は厳しい表情で現れた。猛然と筆を入れ始めた。夜10時過ぎ、編集者が原稿を受け取りに来た。
これまでにない表情をした武蔵が現れた。深夜2時、16時間に及ぶ追い込みは終わった。1話分書き終えれば一晩眠ってまた次の回のネームが始まる。そして時にはどうしようもないところまで追い詰められることもある。この週は締め切り前日になってもネームが全くできていなかった。緊急事態にたまらず編集者が駆けつけた。武蔵の前に現れた伝説の剣士伊藤一等斎。井上は一等斎のことがまだつかめずにいた。話をしてやろうみたいな感じでひたすらそこそなんか天狗のように話し続けるっていうのはそりゃないだろうと思って消した線なんですけど、いやそれは悪ですけどね何がやりにくいかっていうと、この人の格が下がる方にどうしても行っちゃうんですよね。それを避けたいなと思ってやってるんだけど、どうやっても下がっちゃうんで、ちょっと伊藤さんに肩入れしすぎてるかもしれないですね、もしかしたら僕自身が。キャラクターがやっぱりちゃんとそのキャラクターの言葉を喋るかとかそういうことなんですけどね。それやっぱりじゃあそのキャラクターじゃないことっていうのはやっぱ絶対やりたくないっていう。それはできないですね。やっぱり作品の中で生きていってるんで、キャラクターたちをそういうことをし始めると死んじゃいますからね。だからそこは保つと。こんな顔ですね。ちょっとやってみます。はい。この3時頃にヒロトのメールがいくかもしれません。ああ福岡取れましたか。
井上にとってキャラクターは生きている。だからこそ誠実に向き合う。井上雄彦さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの VTR の中にも出てきたんですけども、はい、締め切り前日にもかかわらずネームが一枚もかけてないっていう、あの時の連載はどうなったんですか？あの時はなんとか、どうだったかな、いや確か大丈夫だったと思いますね。間に合わせたんですか？間に合わせたと思います。やっぱりその漫画を描く中でネームというのは一番難しいところなんですか？あのもうほとんどそれで決まると言ってもいいと思いますけど、やっぱり漫画のその骨になる部分なんで、もうそこがダメだったらどんなに絵を頑張ってもダメでしょうね、きっと。あのなぜネーム作りを喫茶店で やるんですか？弱いじゃないですか人は。自分の家とか事務所とかではやっぱりその自分のスペースなので楽しちゃうじゃないですか。でもう喫茶店とか入ってここで、まあ、2時間なら2時間何ページ絶対やるぞって決めてそこに追い込んでやらないとやらないんで。受験生のファミリーレストランみたいな。あ、そうですね、はい。もう決まってるんですか、こういくつか行く店は大体決まってますね。何軒か違うところに行ってらっしゃったんですけど、はい、いやもう何軒も十何軒とかあるんですけど、それをローテーションして、でやっぱりその店によってやっぱりこう4番打者と1番バッターとか、そのまずはここに行ってちょっとスタートして、そんで本当に大事なとこを作るときとかできねえなっていうときはあのエースの店に行こうみたいな感じ。でもまたエースをちょっと対応しすぎてエースがエースでなくなっちゃってきてるんで、また新しいエースを探さないといけないんですけど。さて、あの今日はネーム作りに使う道具を、はいはい、あの一式持ってきていただいたと聞いてるんですが、はいはいはい、このようなもの、あこのパッケージを持って出かけるわけですね、はい、そうですね。見せていただいてもよろしいですか？はいはい、これはもう貴重なものですよ。ファンにとってみたらもうね、バナ2009、これまでがなんかちょっとかっこいいく見えますね。あら本当にシンプルに。それはまだ書いてある方ですね。あ、そうなんですか、もっと全然もう字しかないような時とかもありますし。あ、ここはちょっと漫画らしくなっています。ちゃんと書いてありますね、これは。これとかも全部やめたみたいにこの下のところはそうですね、書いてたり、ああもう余計なものを入れちゃったっていうことだと思います。あの消しゴムで消さないのですか？喫茶店でやってるんで消しゴムやるとカス出るじゃないですか、はい、それはマナー上悪いだろうと思ってそういう理由なんだ。あとまあ面倒くさいじゃないですか。例えばのここで話がしたいって言ってますね、はいはい、この時にあの顔の表情とか質感みたいなものも思い浮かんでるわけですか？それは絶対浮かんでます。なるほど。これで思い出せるあのそうっすよね。でももう頭の中にはもう、はい、かなり鮮明にあるわけですね。ありますあります。その場面の重さとかなんかさ、それはそのためにやってるようなもんなんで。なるほど、はい、読み方のリズムだったりとか、あとシーンの重さとか、あの表情、あの感情の重さとか軽さとか、なんかそういうものをすごくここに残しておきたいからやってんだ。あのその時ってもうありとあらゆることを同時に考えてる感じなんですか？そのキャラクターだとかストーリーだとか。その漫画って、まあ、僕にとってはですけど、そのストーリーはあんまりあの、まあ、どうでもいいっちゃあれですけど、あんまり興味がないんですね、そのストーリー展開とかには。それはその、まあ、どう転んでいってもそのキャラクターたちにとってこう必然というか自然というか、そういうものであればあのドラマになるっていうか、キャラクターさえ人間がちゃんと描けていれば、そのそれがどう何をしようが何もしまいがそのドラマになると思うんですね。だからその結果的にストーリーになったっていうような、そういう作り方してます。そして、はい、今日は、はい、原稿も原稿、はい、
よろしいですか、これ触っても大丈夫ですか。あ、いいですよ、はい、VTR の中で出てきた祈りたくなると武蔵が言う顔、はい、これが実際に仕上がったもの。そうです。合格はしたけれどもっていうような、はい、こう慶応勝ちではなくて判定勝ちみたいな感じですね何が難しかったんですか。完全にその自分の中、自分っていうものがそのなんか空っぽじゃないんですけど、そのなんか余計な雑念っていうかノイズみたいなものがこう心の中にあると、こう 100% その感情っていうのにこうつながれないっていうか、ちょっとあって、その結果あの必要以上にかっこいい顔になっちゃったっていう。あ、かっこいいすぎてダメなんですね。そうですね。あのこれは武蔵が捕らえられて獄中のシーンだと思うんですけど、はいはい、こういうなんかゆっくりと振り返るシーンと、はい、それから本当に戦闘で0コンマ何秒争うような緊迫した場面って、やっぱり表情の描き方って違うものですか。違いますね。あのなんだろう、漫画に向かう姿勢がちょっと違うような気がする、はい、なんかゆったりしてる時ってやっぱりあの自分もゆったりしてるし、あの70人切ってる時みたいなのは本当になんかもう自分もなんか泥だらけみたいな感じですね。もう自分もヘトヘトになってる。そうですね。基本的に描かれた線はもう修正されないってことなんですが、はいはい、うまく描ける時と描けない時って何が違うと思われますか。あの心のありようだと思います。なんか静かな、心の中が静かな感じの時は割とすんなり描けるんですけど、静かじゃない時は苦労しますね。孤高の漫画家井上武彦。徹夜で締め切りを守り切ったこの日の深夜、これまで自らの支えとしてきたことをカメラの前で初めて明かした。その絵を褒められたっていうことが嬉しくて、それがこう糧になってるっていうか、自分の中でそのやっていけるその電池みたいなね。そんなの褒め言葉の主は祖父正吉。高校時代井上の描いたキャラクターを見てこう言ったという。髪の毛がまるで生きているみたいだね。井上の出発点となった言葉だった。昭和42年、井上は3人兄弟の次男として生まれた。8歳の時両親が別居、東京から母のふるさと鹿児島へと引っ越すことになった。見ず知らずの土地で父親代わりとなったのが祖父正吉だった。鹿児島で始まった新しい生活。ある日井上は運命的な出会いをする。漫画ドカベン。登場人物が生身の人間のように生き生きと描かれていた。自分もいつかこんな漫画を描いてみたい。夢中になって模写をし、自分でキャラクターを作った。高校時代バスケットボールに打ち込みながら絵を描き続けた井上。大学進学後、バスケットを題材にした漫画を描いて雑誌に投稿した。ほどなくして
編集者から一通の電報が来た。同性の男が見てこうそのキャラクターがいわゆるかっこいいとその目に留まるほどの画力だったと思います。井上は二十歳で大学を中退、上京してプロの漫画家として歩き始めた。1年後、不良の高校生の物語を考え出した。主人公は型破りな1年生、桜木花道。タイトルはスラムダンク。読者の人気を得るためにコミカルな学園ドラマの要素をふんだんに盛り込んだ。桜木の笑える一面を膨らまそうと懸命に考えた。その中である日ふと思った。それは意識しないで書いていたシーンだった。例えば一人ボールを磨いているところ、ビデオで研究しているところ、負けず嫌いで努力を惜しまない桜木の一面が垣間見えていた。井上はこの部分を膨らませてみようと考えた。負けず嫌いなのは自分も同じ、自分ならどうするか、そう考えながら桜木を描いた。まあ、桜木と自分のその公約数的な部分っていうのはすごくこう感じて、そこをどん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 こう桜木に注入していくっていうか、自分の出しどころっていうか、そういうのがすごく明確になったら、よりその強いものを出せるようになってくるっていうか。やがて桜木は生身の人間のように躍動し始めた。コミカルな学園漫画は若者の成長を描いたドラマへと変わり、史上空前の人気を誇るまでになった。スラムダンクの連載終了後、31歳になった井上は次の作品に取り掛かる。宮本武蔵を主人公とするバガボンド。だがそれはこれまでの仕事とは全く別のものだった。心の弱さを克服するために強い敵と戦い、そして斬りまくる武蔵。その武蔵に自分を込めようとすればするほど井上の心は痛み、揺らいでいった。ネーム作りは遅れに遅れ、毎週のように追い込まれた。そして連載6年目、行き詰まった。佐々木小次郎が落ち人狩りに巻き込まれ、次々と人を切らざるを得なくなる場面。出口の見えない小次郎の苦境と連載に追われ続ける自分が重なり、ついには筆を持てなくなった。2004年、井上は1年間にわたって連載を休止した。思いもよらぬ暗闇にはまり込んでいた。佐々木小次郎のシーンを描いてる時に、はい、自分と重なって行き詰まってしまったってことなんですけど、あの時っていうのはその別に強くもない、その自分が戦うことに何の喜びも得られないような群衆、もう何十人もいるような群衆たちに追われて戦わざるを得ない、その生き残るために戦わざるを得ないっていうシーンで、それが長く続いたので、僕自身もやっぱり描いててやっぱり小次郎の辛さ
とか そこは本当に小次郎はそのこの戦いはしたくないっていうところだったので、それをでも書かなきゃいけないので書いている時に、その小次郎のやっぱり辛さにこう多分引っ張られたんだと思うんですけど、それでいつの間にかこう自分でも分かんなくなっちゃったっていうか、本当になんかこうどこへ向かってんだっていうような気持ちになっちゃったんですね、きっと。分からなくなってしまったというのは具体的にどんなふうにその時なってしまったんですか？いやもう嫌だっていう書きたくないって思いましたね。実際こう座ってこう書けないっていうような状況ですか？そうですね、やっぱりもう紙見たくなかったりとか、原稿見たくない、白い紙見たくないとか、絵描くとき大体後ろラジオつけてたりとか音楽かけてたりするんですけど、そのもうとにかく優しい音しか聞けないっていう、なんかハワイアンだったりとか、なんかボサノバだったりとか、なんかもう比較的優しい音楽じゃないと、もうちょっとでも音がバーンってきちゃうようなやつとか、ギターがジャーンってなるようなやつとかはちょっと聞けなかったですね、なんか痛くて。なぜそこまで自分を追い詰めてしまったんですかね。ただそのスラムダンクでそのまあポジティブな世界を描いて、ですごいなんか明るい部分、光の部分を描いて、でその後に同じことはしたくなかったんで、やっぱりその反対のものを描きたいと思って描いて、それでなるべく嘘、自分に対して嘘のないように描こうとしたら必然的にその暗い方へ行っちゃったんでね、それは客観的に見れてなかったので、やっぱり入り込んじゃってて、その本当にその影の部分っていうか暗い部分にもう自分も同化しちゃったっていうか没頭しちゃった感じですね。でもなんでそこまでものを作るのに苦労しなければいけないんですかね。いやなんか間違ってんじゃないですか。いや別に苦労しなければいいものができないというわけではないと思う。ではないですよね、いやだから多分そのなんかずるいような気がして、こう人を切るとこ書いてて、その苦しくなったりとか痛くなったりしなきゃずるいような気がしたのもちょっとありますね。連載を1年間休むぐらい追い詰められてたわけですよね。何が井上さんをもう一度書こうって奮い立たせたんですか？いややっぱり放り投げたって思われたくないし、なんか最後まで書かないと、ね、途中で止まってるっていう自覚はもちろんあるので、それは続きは必ずやるっていう気持ちはありましたね。絶対途中で終わるっていうことはないと、最後まで書くっていう気持ちは切れないで持ってたんですけど、でもそのなんか気持ちをその元に戻すのにすごく時間が1年ぐらいかかっちゃったんですけど、それにしましたら自分のね奥をどんどん掘っていって、で作品に自分を込めるっていう、これを大事だと思うってのはどうしてですか？これなんですかね、こうバガボンドで特に思うのは、そのなんか自分、やっぱり自分の中内側とかをどんどんやっぱり見ていくっていうか掘っていくっていうことをやんなきゃいけないんで、まあやるんですけど、それやっぱりその きちんとというかちゃんと掘っていったら、なんか結局その根っこしか残んないじゃないですか。後からついたようなものっていうのじゃなくて、もっと根っこのものにたどり着くっていうか、なんかそれっていうのはなんか普遍っていうか、そのみんな同じなんじゃないのかなっていうのが僕の中にはあって、だから自分の内側を掘ったら結構広い普遍っていうなんか広いスペースがあるんじゃないかなっていう気がしてるんですけどね。去年10月井上はバガボンドを書き始めて11度目の秋を迎えていた。
連載はいよいよ大詰め。しかしここに来て物語は停滞していた。しばらくワクワク感を感じてないんですよね。絶対いいもんにしてやるっていう、こうなんか負けん気だったりとか、なんかそういうのでやってますって、なんとかやってますって感じかな。この1年前、井上は京都一乗寺下がり松の決闘の場面を半年にわたって描いた。武蔵が因縁の吉岡一門を相手に70人全員を切り倒すという壮絶なシーン。そこで武蔵は殺し合いはさらなる殺し合いを呼ぶだけだという現実を突きつけられる。それは戦い続けてきた人生の目標を見失うことでもあった。この先武蔵にどんな道があるのか、井上もまたつかみあぐねていた。この春、井上は連載を休み、武蔵が人生を終えた地、熊本に入った。1年前、東京で反響を呼んだ漫画展の巡回展。連載とは別の視点から武蔵の人生を描こうという試みだ。新たに一枚の絵を描き下ろすことになっていた。武蔵の負の面というか、人生の中での負の面みたいのを象徴している部屋になると思うんですよね。下書きやりながらちょっとなんか辛い気持ちになりましたね。2日後、井上が筆を取った。描き始めたのは一乗寺下がり松の決闘の直後、自らも深い傷を負った武蔵の姿。展覧会の図録に井上はこう記している。井上が描いた武蔵は地面に突っ伏し、おびただしい死体にまみれながら必死に生きようともがいていた。前に進むために描いておかねばならない絵だった。1ヶ月後、井上が動き始めた。武蔵は井上さんどうなるんですかね、これからどうするんでしょうね。その週の連載には武蔵を倒して名を上げようという男たちが現れた。しかし
武蔵はこう言い放つ。降りた。殺し合いの螺旋は大事なセリフなんで、こう言っちゃうともう取り返しがつかないんじゃないですか。ここで言っていいのかっていうのがちょっとあったんですけど、まあ、いよいよこう終わりに向かうしかないっていう、あれを言っちゃう。闇の中から一歩を踏み出した武蔵。そこには物語を終わらせるという井上の強い覚悟があった。井上にキャラクターたちとの別れの時が近づいていた。井上にはどうしても書いておきたいキャラクターがいた。おすぎおばば。おばばは人間の醜い部分を描こうとしたバガボンドの象徴ともいえる人物だ。溺愛する一人息子の又八が武蔵にそそのかされて村を出たと思い込み、武蔵を激しく憎み命を奪うために旅を続ける。しかし旅先で病にかかり、忌まわの時が迫っていた。この週井上はおばばの秘められた過去を描いた。若くして夫を亡くし、子供がいなかったために又八をもらい受け、我が子として育て上げたおばば。しかしその先で行き詰まった。結局書ききれなかった井上、決着を翌週へと持ち越した。うわ、子猫だ。3日後、皆さんも今週はネームが全部できてる。まさか。おばばの人生にどう幕を下ろすか、大きな宿題が残されていた。行ってきます。
す。黒ですか。いいですか。黒ですか。11年に及ぶバガボンドの連載、井上は漫画家人生の半分を注ぎ込んできた。もう終わり近いですね。どんだけこの作品でこう成長させてもらったかっていうこととかすごいひしひしと感じるんで、そのこれをやんなくなったら日々成長するっていう部分がなくなるだろうなと思うんで、やっぱり終わると分かってからいろいろな思いって出てきますよね。やっぱり明くる日、井上は徹夜でネームを書き上げてきた。そこには「負けるなまた八」と息子を励ますおばばのセリフが記されていた。おばばの最後の顔。バガボンド書いたからこういうところに来たわけですからね。あの作品じゃなかったらなんかこういう道は辿ってきてないと思うんで、生きるの死ぬのとかこうなんか生きるとは的なことだったりとか、今の時代に受けようっていう気持ちももちろん勝負論の中でありますけど、でももっと大事なのはやっぱりこう何年経ってもどの世代でもその読んだら何かこう普遍的なものがあるっていうことが大事だと思ってんでね、時代も国も取っ払っても通じるようなものってまあ人間っていうことだと思いますけど、人間をかけてるかどうかじゃないですかね。澄み切った表情のおばばがそこにいた。夢の中で息子又八に背負われふるさとの村に帰る。お帰りと迎えた家族。ただいま帰りましたぞい。おばばは笑った。最後に皆さん、はい、
お杉お母さんいい顔してましたね、本当に。いい顔でしたね。今まで見たことないような、こんな顔するんだっていうね。あ、書いてる井上さんも結構そうなんですよね。なんか下書きの時にこう思った以上にこう、ね、自分の、ね、なんか思って書いた以上のなんかいい顔ができるとしたんですよね。で今はすごい納得感というか、あの顔は納得してますよ。あ、本当ですか。はい、よかったですね。よかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。また一人井上の元からキャラクターが旅立っていった。